1498年日向灘地震は、グレゴリオ歴1498年7月9日に発生したと思われる地震である。1498年日向地震とも呼ばれる。また、この地震を指して単に日向灘地震と呼ぶ場合もある。その後の研究により6月11日の地震は日向灘地震であった可能性が否定されるとされている。震源地は、 現在の大分県再起州沖で、マグニチュードは7.0から7.5と推定される。九州軍機によれば、右国から地震が起こり、未国に大地震があって災害は全国に及んだという。九州で山崩れがあり、別府の延べない地では、爆発が発生、寺院は、住職もろとも吹き飛び、血が裂けて、熱泥が噴出、現在の坊主地獄ができたという。 その他各地で山崩れが発生、鳥居、石碑は下半倒れ、死者多数と伝えられている。伊予でも土地の陥没など地変が見られた。同日のミサル国に、京都、奈良、熊野、三河、海でも共振であったという。東藤海で山崩れ、木や三河で津波が起こったともされる。同日に発生したとされる木内や東海地方における共振や津波の記録が、 今回の地震と同一地震ならば、さらに規模の大きい地震と見られ、震源域の変更が必要ともされている。また、同日には中国においても、上海での津波や、洋子港での水面の振動し氾濫するなどの現象が観測されており、同様の現象は、方栄地震や安西南海地震でも観測されている、ことから、この地震は、南海道沖の地震であった可能性も指摘されている。 この2ヶ月半後の9月20日に発生した東海道沖の地震と推定される明王地震と対応なす南海道沖の地震の可能性があるとされる。一方で本地震を南海道沖の地震とする説には資料の無理な解釈が含まれ、上海の水面の振動のような現象は1854年安西南海地震の2日後に起こった海地震でも記録にあり、 例えば、九州軍機の記述を話し半分に聞けば、九州付近で起こったフィリピン海プレート内のスラブ地震を仮定しても、機内付近に大きな揺れをもたらすことは考えられる、と申されている。東京大学地震研究所の原田智也は、この地震を記した唯一の記録、九州軍機が地震の発生から100年以上経過して書かれたものであり、記述内容を検討すると、 この日なたなどの地震が創作である、可能性が高いと推定している。6月11日の地震で確かな記録は、お湯天井日記などに記述された、京都や奈良などの記事のみとなる。以下がその根拠である。九州軍記には、総領縁による、慶長12年4月と記された書がある。書によると、軍記は、非全国草の村において、カラスワラ県常年没。 草の入道源厚氏によって書き継がれ、慶長6年に完成した。また、軍機完成から約250年後の資料であるが、立花山維持によると、両縁も軍機の修正と保湿を行っていたようだ。よって、源厚氏は、文禄5年の慶長文語自身を近くで体験していると考えられ、その体験や情報が軍機の創作に影響した可能性が考えられる。 明王7年6月11日の地震の記述がある章は明王7年に終わる章と英章2年から始まる章との間にあり文紀3年の基金と王人の乱以降の戦乱と度重なる災害による民衆の苦しみが記述されており後に続く物語の舞台設定の性格が強いまたこの章には過去の大地震が列挙されているがこのことから作者が 過去の大地震を調べることができたことがわかる。よって、明王七年六月十一日の地震も年代気筒から調べられたと考えられる。したがって、地震や基金がその後の物語を盛り上げるために利用されており、地震による九州の大被害も創作である可能性が高い。地震被害の記述には具体的な地名がなく、 大地震による一般的な被害の描写である印象を受ける。また、この地震記述と告示した記述が、九州軍記より前に成立した太平記や平家物語といった軍記物語に見られる。さらに、軍記には、この地震が未国に発生したと記述されているが、この時刻は、明王七年八月二十五日の明王東海地震の発生時刻である立国に近い。 実際、同時代資料である、親町狂気や、当時八幡宮長町では、明王東海地震の発生時刻を、未国と記している。したがって、軍機の作者が、明王東海地震と6月11日の地震を混同していた、あるいは混同して記された文献に基づいて、6月11日の地震とその被害を描写した可能性がある。 そう考えると、同じく軍機に記された、今度の地震波及国のミニ普賢、四国、中国、機内、東海、北国、欧州の果てまでも残留所なし、という記述も、それほど不自然ではなくなる。地震調査研究推進本部のページより、ありがとうございます。